ジャッキー・ファーゴはアメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州コンコード出身。ゴージャス・ジョージやバディ・ロジャースの影響下にある金髪の伊達男キャラクターとしてテネシーを主戦場に絶大な人気を獲得した。ジェリー・ローラーに先駆ける元祖テネシーの帝王でありサザン・レジェンドの異名を持つ。1950年代前半にデビューした後、 ギミック上の兄弟であるドン・ファーゴとのタッグチーム、ファビュラス・ファーゴ・ブラザーズで活動。ヒールの金髪コンビとして、1957年3月30日には、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、アントニオ・ロッカミゲル・ペレスと、世界タッグ王座を争った。その後も、テネシーをはじめジョージアやシカゴなど、各地区に参戦し、ジョージアでは1958年8月にスタン。 リソワスキーレジーリソワスキーから世界タック王座を奪取した。ドンとのコンビを解消後、1961年5月30日にボストン地区でベアキャットライトから AAC 世界ヘビー級王座を奪取。6月3日にはテネシー州チャタヌーガにてパッドコーナーの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦した。以降、ベビーフェイスに転じて ニック・グラスの主催するテネシーの NWA、ミッドアメリカ地区に定着し、1960年代全般に、渡り、同地区のスターとして活躍。1965年12月から1966年2月に、かけては、当時アメリカ武者修行中だった、漢字猪木ことアントニオ猪木ともたびたび、対戦しており、ヘイスタック・カルホーンをパートナーに、チョキ 広松田とのダッグマッチも行われた。1967年上期には、登場山本プロフェッサー伊藤と、ミッドアメリカ版の NWA 世界タッグ王座を争い。1968年8月には、ルーテイズと組んで南部タッグ王座を獲得している。1970年8月、日本プロレスに初来日。初戦では、星野寛太郎を70秒で下し、 テネシーで胸を貸した猪木とのシングルマッチも行われた。同じく初来日のアブドーラザ・ブッチャーの活躍に加われ、日本ではインパクトを残すことはできなかったものの、円熟期に入った1970年代も、テネシーのヒーローとなって活躍。ザ・シークなど多地区から、スポット参戦してくる大物ヒールも迎撃した。1974年には、若手ヒール時代のジェリーローラーを相手に、 南部ジュニアヘビー級王座をめぐる構想を展開、以降も、ローラーとは、異婚試合を繰り広げた。1977年、NWA ミッドアメリカの番頭角だった、ジェリー・ジャレットがローラーをエースに、メンフィスにて新団体クアを設立すると、1979年により、ファーゴもクアに移籍。フェイスターンしたローラーと新旧の帝王コンビを組み、オースチームアイドル ダッチマンテルやブロンド・ボンバーズなどのチームと対戦した。同年11月には、クアに登場したニック・ボック・ウィンクルのアワ、世界ヘビー級王座に連続挑戦。翌1980年6月には、息子のランディ・ファーゴをパートナーに、ジップシー・ジョー・スカル・マーフィーから、アワ・南ンブタク王座を奪取した。その後は、セミリタイヤ氏、彼のニックネームザ・ファビュラス・ワンをチーム名とした。 スティーブ・カーンスタン・レインのファビュラス・ワンズのマネージャー役などを担当。悪党マネージャーのジミー・ハートとも構想し、1982年11月8日には、ハートとのランバージャックマッチが行われた。1984年の引退後は、1991年にクアの後継団体アスワに登場。1995年には、ジョール・ダック、フィル・ヒッカーソン、 エディギルバートラと共に、メンフィスレスリングホールオブフェームに迎えられている。2000年代前半には、名優のジェリー・ジャレットが創設したティネの興行に顔を見せた。2013年6月24日死去。同年、NWA 伝道に迎えられた。ありがとうございます。